キッシュもシュート圏内ですね。打つと思います。さあ、そのまま打ちますか。打ったらシュートー、キッシュを決めましたね。まずは先制、ハンガリー。7番、サスポーシューターのキッシュが決めました。ハンガリーが先制。打点が今でも本当に高いですね。そうですね。世界一の打点となるキッシュ、はい、シュートですから。これを生かすのもですね、ハンガリーのもう一つの特徴は速攻ですね、はい、今もキーパーが止めてからみんな の攻め上がりが早いものですから、これでキッシュにスペースができたということですね。まずは第1ピリオド、ハンガリーが先制しました。ロシアはどうなんでしょう。前回グループ A で戦った時も最後に3点を挙げて迫りましたが、はい、どうもスロースターターという部分あるんですか。